あ、今日は自分だ。自分です。自分です。お願いします。飲めって言ったからだ。飲めして。朝の挨拶で、あの、みくるさんがあの飲んで食べてって言うんで、もうワインはあの6本ぐらいっていうか、6杯ぐらいですね。焼けましたんで。説明を真面目にやりますんで、はい、よろしくお願いします。インターネット放送局の、まあ、CUL と、それからのできる食堂フードバリューですね。で、あの母体側のキャンっていう会社なんですね。その話をしようかなと思うんですが、どなたが帰ってくれるんですか。あ、わかりました。じゃあ帰ってもらって。ちょっと株式会社キャンという会社を経営しておりまして、あの、人を元気に街を元気にというコンセプトで教育会社、飲んでますが教育会社ボタンはですね、教育とそれから企業と介護の3本の柱があります。以上です。はい、次です。はい、で、キャンという会社がですね、あの最近あのどんな会社なんだといろんなことやってるのでよく分かんない方多いんですけども、時系列で示すと実は理由がわかるっていう。もともとは自分は教育会社でスタートしてるんですけども、大学であったりとか、それから企業様、あの職業訓練校ですね、こういったものを運営をしている会社を2001年にスタートしています。サラリーマン時代も実は専門学校とか教えていたんですけども、2005年に整骨院、これも自分が骨継ぎですね、資格を取りまして、であのスタートして、現在7位があるんですが、で大きく変わっていくっていうのが実はあの2011年の3月からです。あの東日本大震災があってですね、それから変わっていくんですが、介護事業がスタートして、メディア事業ということで、インターネット放送局と足立経済新聞というですね、あの民権さんの、ネットワークのウェブ新聞なんですが、これをスタートしました。で2015年、昨年なんですが、飲食事業をスタートしたという流れになります。で右のところに赤い文字で、こう実はあの震災があった後ですね、現地に入っているんですが、その思いっていうのが実は変わっていく会社になっていきます。でそれをじゃあ順番にちょっといきたいと思うんですが、3つのステージがあるんです。であの第1期のステージというのは2011年4月、震災が終わって1ヶ月後にあの社員を連れまして、現地に入ります。でこの時は、せんべい汁研究所といいまして、B1 グランプリの、せんべい汁がうちの先輩が立ち上げたもので、であのとにかくみんなで行こうという話になりまして、で写真見てもらうと分かりますが、あの本当にあの被災地に入って炊き出しをして必要だったものですから、その当時って大体炊き出しってあのみんな豚汁なんですよ。寒いので豚汁で聞くとですね、とにかく毎日豚汁食べてるんですよ。でこれじゃあつまらないだろうと。で現地に入る方々のボランティアも大体豚汁持ってくるんですよ。情報がないので寒いだろうって豚汁なんですよ。なので横手焼きそばさんであったりとか、八割のせんべい汁とか、とにかくちょっと震災が終わってでも楽しみとか、ちょっといろんなことを考えて持っていきました。っていうのと、うちは骨継ぎやってますので、マッサージをしようということで、南三陸であったりとか、大津町に入って、マッサージをしました。で、たくさん並ぶんですよ、とにかく。で、1人10分っていうんですけども、1回終わるとまた後ろに並ぶんです。で、朝から晩までずっとマッサージしてました。で、これが第1期のステージになりますよ。ところが、第1期のステージが終わると、自分も思ったんですが、そろそろ炊き出しが必要がないんじゃないか。違う、じゃあ何が必要なんですかってお声をこう聞かせてもらったときに、炊き出しじゃなくて仮設に入った方々を要は元気づけてもらいたい、外に出してもらいたいというのが第2ステージになるんです。それが第2ステージになるんですが、被災地支援ツアーということで、東北に笑いと音楽を届けようと。で現地ではなかなかこうまだ笑顔を出せない人もたくさんいて、で仮設に入ってどうしても外に出てこないと。でそういうおじいちゃんとかおばあちゃんをとにかく集会所に連れてきてもらいたい、でその何かを出してくださいということで、うちのスタッフだったりとかを連れていくようになりました。で、小田原 の希望の鐘商店街がちょうどあの、2年目ですかねっていうんで、じゃあイベントも一緒にやりましょうということで、トラックも出してイベントをさせていただいたりだったりとか、仮設も相当回りました。朝市にも行きました。
それからスウェーデンとか韓国の子どもたちからたくさんメッセージが届いていたんですけども、それを出す場がなかったんですね。でそれで、スウェーデン大使館の方も呼んでですね、淀川の市長さんとそのメッセージの贈呈式っていうのもやりましたっていうんで、まあ、こういう形でずっとこうお笑いですねと音楽を届けました。で今日はのこのカメラ言いましたね、ちょっと立ってもらえればと思うんですが、田村と言いますが、バンド名はノアと言います。優先リクエストは全国4位まで行きまして、目覚ましライブにも出てるんですけども、ちょうどその当時に実は出会って、初めてその時に出会って一緒に行きましょうということになりまして、あの震災あちこち仮設もありました。おじいちゃんおばあちゃんとにかく笑わせるっていうことが目的だったんですね。もう何でもいいから笑わせよう、笑顔になってもらおうっていうことが第2期ステージなんです。で第2期ステージが終わってこう飲んでたんですけども、まあ、こんな感じですよね。釜石でですね、夜通しずっと飲んでる時にその飲食店の親父がですね、みんな出てけって言うんだよと、おじいちゃんおばあちゃんがみんなうちもう震災があって、誰も働くとこもないし、こんなとこ行ってもしょうがないから孫はとにかく東京出てけと。でそれがですねものすごいこう心に響いて、これまずいと、第3次ステージを作ろうということで、第3期になるんですけども、で第3期っていうのが実はいろんな企業さんもやっぱり来られます。私はアメリカ八王子出身なんですけども、工場を建ててですね、要は雇用もとかっていうのもあるんです。で最近はどっちかっていうと、電話回線の方でですね、いろんなことやってる方もいらっしゃいますけども、まあ、第一産業は自分はベースだと思ってます。日本のやっぱり食糧庫、江戸時代の実は江戸を守った食糧庫は東北なんですよね。東北がきちんと食糧っていうのを維持していかないと実は東北は守れないと思ってるんです。っていうんで第一産業を守ることはとっても重要で、なおかつ地域ネットワークを作っていこう。うちは、医療と教育と医療と介護、教育と、医療とそれから介護の会社なんですけども、接骨院の、まあ、うちの従業員なんですが半分以上が実は東北出身者に固めてるんです。でなぜかというと、東北の子たち若い子たちを採用して高齢化も進んでいきますので、接骨院って潰れないんです。なかなか実は人件費率等を含めてですね、粗利考えると粗利が 98% っていうですね、自分の給料我慢さえすればですね、自分の給料さえ我慢すれば潰れないんですよ。ですから接骨院って重要だろうと思っているのと、介護が重要だろうと。でも専門家って自分のことしか考えないんですよ。ですから地域ネットワークを考えて勉強して東北に戻ってもらうということで接骨院増やしたんです。実はそれまではあんまり増やすのもなかったんですね。で今7人にして、もう10人ぐらいにしようと思ってるんですけども、で受け皿を作って戻そうと。例えば青森の男の子なんですけども、その子は何かっていうと農業が実家でやってるんです。後継ぎ誰もいないんですよ。農業と接骨院をコラボしよう、農業しながら接骨院ができるんじゃないかっていうのを今ずっと勉強してる。どうしたらいいかな。でそういうのを助成金と補助金使わないで身の丈で税金投入しないで自分たちができる範囲で継続的に永続的にやっていくシステムを考えようっていうのが自分の考えではあるんですね。というので、第一産業の活性化と地域ネットワークっていうのがとても重要だろうっていうこの2つを頭に入れたんですね。というので、できたものがですね、できる食堂食い止まるということで、その後ろにブースがありまして、皆さんにもたくさん買ってもらって本当にありがたいんですけども、食を通して地方との交流人口を増やしたい。食べ物はやっぱり大好きなんです。私も飲み物も大好きで、その食を通せば第一産業が潤うというところもあると。だから分からないんですよ。何が分からないかというと、農業の苦しみも分からないし、飲食の苦しみもいまいち分からなかったんです。じゃあ両方やっちゃえと思ったんです。なので、農業も今やってます。で青森県の八戸っていうところなんですけども、実は無農薬ってちょっといろんな理由があって歌えないんですが、ほとんど農薬とは使ってません。実はほとんどって言ってれば、まあ、ゼロになるんですけどね、あまり言うとまだちょっとあれなんですが、で、ニンニクとジャガイモを 1.5 トン作ってます。それぞれそれがそのジャガイモです。
去年収穫したんでちょっともう時間も経ってますので今日の皆さんにはサービスいたしますからもうどんどん詰めちゃっていいよっていうぐらいね、渋谷からじゃがいも持ってきたあまりないんですけども、でも持ってってください。でじゃがいも、まあ、作ろうかな。で実際にそれを出口を作ろうということで飲食店を作りました。それができる食堂プレートバルです。でやりたかったのは、いろんなことももちろんあるんですけども、例えば青森の方に話をして、できるトマト、まあ、PB ブランドなんですが彩りトマトということで10種類のトマトっていうのは色がカラフルで売れそうだと。で契約栽培をしていただいて実際にそのトマト売ってみよう、マルシェもやってるんですね。なので細々とです。でもその農家さん1軒2軒かもしれませんがやってます。あとは直売所と直接契約を結んで、その生産物を販売とかっていうのもやってるんですね。で県庁の青森県庁 の、 予算というかお話をいただいたので学生さんであるとか社会人を連れて農業体験ツアーというのを2年やってます。で実際農業を体験していただいてそれが本当に今後皆さん方に役立つであろうと思ってやってるんですが、そういったツアーも今やっているというのが、できる食堂プレドバルということになります。で思いっていうのは何かというと、生産者の物語を届けたい、生産者の物語とあなた消費者の思いを届けたい、つなげたい。で生産者ではなくてこの消費者、買った方々ですね、美味しかったよとかこれすごいねっていう言葉を生産者に身近に届けていくために実はその飲食事業をやりました。なのでぜひ皆さん方も使ってもらいたいんです。もともと私飲食店やってたわけじゃ、ね、ないので、日曜日って今日もお休みなんですよ。で自由に使ってもらって構わないです。で実際に毎週日曜日いろんなイベントがありまして、東北6県のお祭りをしています。で、東北の方々は使用料実は無料なんですよ。実は自由に使ってくださいってやってます。で食のイベント、それからマルシェもお店の前、場所は、足立区の北千住です。北千住は駅の乗降客数が世界6位なんです。世界6位、まあ、日本も6位なんですけどね。ということでものすごい数の方々が降りる場所なんです。そこを駅からそれこそ1分ですから自由に使ってください。で食材取引などご希望がいつでもご連絡くださいということで、東北めちゃめちゃ優遇してますっていう感じの、プレートバルなんでよろしくお願いしたいなと。でもう一つの説明、でそこの後ろの方にもたくさん今日物が届いてますけども、自分がやりたいのは、まあ、各地域のものも重要なんですけども、各県をつなげていく、九州っていうのはすごい九州地域でまとまってるんですよ。でも東北って不思議なもんで、山形の人間は宮城俺好きじゃねえなとか、岩手県の中でもあるんですよね、俺は伊達藩だとかね、難波藩だと、自分は大船渡に行って同じ難波藩じゃないですかって言ったら、俺は伊達藩とか違うんだって言われて怒られたんですけども、実はすごい、まあ、青森は有名な津軽南部の違いとかあるんですけども、でもあんまり気にしてないんです自分はね。でどんどん実は東北っていうところは食料庫なので、つながっていくことが重要だな。いぶりがっこは秋田と福島のコラボ商品で、できるくんたまっていうのは宮城と福島のコラボなんですよ。なのでどん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 、要するに東北同士の県がつながった商品ができてくると、なんか東北同士でどんどん物を売っていこうよ、作っていこうよって変わっていくんじゃないかなという思いで、今そちらに、まあ、思いがあるものを持ってきましたので、ぜひお買い求めいただければというふうに思います。でこれもそれも発信をしなければ意味がないということで、発信なんですけども、インターネット放送局を作りました。で FM っていうのを作りたいっていう人がいて、実は場所貸しから実は始まったものなんです。足立区に FM もないもんですから、防災系の実は FM 作りたいと。でも FM ってお金がかかるんですよね。で実際阪神大震災が終わった後に神戸の実は FM が今回インターネット放送に移行するんですよ。理由はっていうと、やっぱりお金が続かないんです。広告収入が入らないんですよ。でも目的何かというと、コミュニケーションを取りたい、皆さん方がコミュニケーションを取るメディアがあればいいんじゃないかと思ったはずなんです。
で自分はお金がとにかくかからなくてコミュニケーションが取れるメディアを作りたかったんですよね。なのでこのインターネット放送局が生まれて、見れる、会える、モテるっていう放送局なんです。何かというとスマホとかパソコンでいつでも無料で簡単に見れますよっていうことと、会えるっていうのはリアルにつながることが一番の重要なので、人数が少なくてもとにかく全部公開生放送なんです。ですから今日の皆さんが実際にスタジオに500円取ってるんですが、それがうちの収入源なので、ビジネスモデルは収入源がこれなんしかないんですよね。500円なんです。うち1人って言うと500円ワンドリンクって飲めるんですけども、でそれで会える、でお話ができるっていうことですよね。でモテるっていうのはなんかモテちゃったってもそうなんですけども、発信がすごい重要、この場はすごい重要で、発信、自分の言葉を出すから誰かが共鳴してくれて、その思いで動いてくれるはずなんですね。ですから今日の、おちみくるべさんといろんな方いらっしゃいますけども、発信をするからみんながこう集まってきてくれるはずなんです。じゃあ発信する場ということで、自分の番組がモテるって意味でのモテるっていうことなんですよね。なんとびっくり、一番組5000円から持ってます。トーク番組はちなみに0円なんです。うちが全部スポンサーになりますということで、トークの番組は今0円スタートです。酒を飲みながらやりましょうよという感じなんですけども、現在モテるという月間今実は85番組やってます。おそらく100番組ぐらいになると思います、月間ですね。で本当は毎週だったんですけども、皆さんにお願いして月1に変更してもらえませんか。要はみんなが来るためには月1ぐらいにみんなで集まって放送する番組にしましょうよということで、月1お願いしているっていう感じなんです。でこれもお願いをして、逆に言えば東北出身者をうちの店で見つけてはですね、ちょっとお願いしますよっていう感じで、出身者を募りながら東北6県作った番組を。でこの番組は何かというと、飲みます、食べます、地酒を飲んで、その地域の食べ物を食べて酔っ払ってから番組やるんです。最高な番組ですよ、もうね。っていうんで、ちなみに6軒ちゃんとありますので、行きたいところに行って、自分の出身者じゃなくて全然いいんですよ。で今後ろに控えてますが、青森りんご TV、元りんご娘さん、地域活性アイドルだったレッドゴールドちゃんが、佐藤さんというんですけども、大人になりまして、東京で実は活動してまして、この私の説明の後1曲歌ってもらおう、アカペラで歌ってもらおうかなと思うんですが、リンゴ TV というのがありますので、トーク出身者の皆様、ファンになりたい皆様ですね、番組作りに参加しようかなとかいう方はぜひお声いただければ、皆さんぜひ出てください。その代わりYouTube に最後はアップされますので、一生残りますので、そのつもりで酔っ払ってきてもらえればというふうに思います、はい。で、お願いっていう感じなんですね。実はその6月25日にですね、7月でちょうど1年を迎える、3周年を迎えるんですよ。で、本当にたまたま遊びで始めたことなんですけども、ちょうど3年目を迎えるということで、なんかやろうかって話してまして、これも東京生誕祭 in 足立、足立ってちょっとダサい感じしますけど、無視していただいてですね、実は大学生とか集まってたのジャスカさんっていって、学生が、全国6500人の会員がいる団体さんなんですけども、学生を自分は持ってるのは20代とか30代とか世代別がいいと思ってるんです。私は50ですけども、もう50のおっさんは枠組みフレームを作るだけで若い方に動いてもらいたいんですよね。なので学生さんを中心にして自分の声を発してもらって、で自分の共鳴する人を集めてもらって、自分の扉を開いてもらって、新しいステージなり自分でやりたくなってもらうということをやってもらいたいなということで、この自分の思いです。あなたの声を聞かせてくださいねっていうので、一部二部構成なんです。一部が、1分間動画のコンペティションをやろうと。最近なんか10代の子は写真じゃなくて動画を撮るらしいんですか。なので1分間の動画を作り方も教えますし、作らない方は出張に行きますから、でこの人ちょっと写してもらいたいんだけどっていう方がいらっしゃったら、飛んでいきますからということで、1分間の動画を作って、で30タイトルぐらいの放映をしようかなというふうに思ってます。でもちろんステージもちょっとあるんですけどね。
で第2部なんですが、白崎恵美さんの東北ロケンロールショーやろうと思ってるんです。これ知ってる方っているんですかね。皆さんの方でいます。いないです。チャンス。これね、山形県の、実は庄内地方酒田市出身の方なんです。もともとシャンシャン台風っていうですね、武道館ライブをやったりとか、あの実はあの外売れてた、売れた過去形者もいない、売れている方なんですが、震災が終わった後に東北ロケンロールショーっていうのをスタートしたんです。で皆さん方全員はマズロワグタミなんですよね。わかります？東北人のことはあの名乗らないとですね、松ラワグタミって言います。何かというと、ここにもちょっと書いたんですけども、大和政権時代にですね、実はお、ま、政治のことは祭りごとっていうわけですよ。でその東北ってのは蝦夷地ですから、祭りごとに参加をしない地域ですよ、民ですよと、松浦ワグ民ってこう言ったんですよね。なので松浦ワグ民、これ理由は何か、どうでしょう、支配されない、従属しない、自分たちは今こそ東北人は自由なんですよ。で自分たちの思いをなかなかシャイで喋れないけども、喋んなきゃダメですよ。で自分たちものすごいいいものがあって、お祭りもすごい楽しくて、で震災とかでいろんな暗いイメージもありますけども、東北って本当にいろんな意味の食料庫ですよ。江戸時代のこんなに美味しいものがあって、こんなお祭りがあって、こんな素敵なものがある。で自分たちは自由なんだっていうお祭りを、歌をステージをやるっていうのが実は第2部になります。ものすごい楽しいんですよ。自分も実はあのライブを行ってるんですけども、なので、ぜひ一緒に企画運営して募集中と、参加も募集中ですので、ぜひあのご興味ある方はものすごい楽しいですから、あの一緒に参加していただければ嬉しいなというふうに思います。以上でしたね。以上でございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、歌を歌を、じゃあそれからですか。ちょっとあの実は1何歳3分っていうお話だったので、あの1曲でじゃあお願いいたします。皆さんこんにちは。青森県弘前市出身の佐藤ゆかりと言います。私は中学校2年生の時に青森県を PR する活性化アイドルのリンゴ娘というグループで、活動しておりまして、まあ、青森の中で、まあ、いろんなこういうおいしいものがあるんだよっていうのを県内の中で活動してたんですけど、まあ、活動していく中で9年間もやらせていただいて、青森県の中だけでこう PR するだけじゃなくて、やっぱりこう外に外に発信していくことをしていかないといけないなと思って、3年前にりんご娘を卒業して上京してきました。今はあの先ほど紹介した CM さんで毎月第1土曜日の午後3時からの青森りんご TV という番組で青森県の情報を発信させていただいております。私自身もですね、あのおじいちゃんとおばあちゃんがリンゴ農家やってて、もう子供の時からもリンゴはもうすぐそばに、玄関に行けばリンゴが山盛りあるっていう環境の中で育ってきたので、こうぜひあの青森とリンゴを皆さんにこう味わっていただきたいなという気持ちでやらせていただいてます。今日はあのリンゴジュースがあるので、リンゴ農家の孫としてはリンゴジュースをさせていただきます。であのせっかく紹介していただいたので、ありがとうございます。ちょっとリンゴの歌を歌わせていただきたいと思います。多分分かる方がほとんどだと思うんですけど、もしよかったら一緒に歌ってください。ちょっとアカペラなので手拍子をお願いします。はい、あ、OK です。ありがとうございます。赤いリンゴに唇寄せて、you
漏れなく歌まで聞こえちゃってなんてラッキーな発表だったんでしょうか。ありがとうございます。実は私もあの以前ですね、あの岩手県一関市の PR であのちょっと番組出させていただいたことがあって、でその時上村さんいろいろ相談していただいて、あの岩手県の市長さんとあのユーストでつないでもらうっていうのをしたい、スタイプでつないで放送するとかっていうのをいろいろこんなことできますかっていうと相談に乗ってくれたりもするので、今日聞いてご興味持ってくださった方ですね、ぜひ上村さんにご連絡して、いろいろ番組とか企画していただければと思います。ありがとうございました。発表最後トリオを、していただきます。今一ノ関の話ちょっとしましたけれども、一ノ関の方で、一ノ関の、まあ、PR を活動しております、岩手一ノ関平泉大学の、小山さんお願いいたします。岩手一ノ関平泉大学の小山と言います。よろしくお願いします。ちょっと時間が押してきているということで手短に、はい、サクッと終えようかなと思ってですね、していただいて、まずあの岩手一ノ関平泉大学なんですけども、どういうことをやっているかというところなんですけど、まあ、地域づくりに、まあ、取り組もうということで考えたときに、やっぱりふるさと、そうですね、地域づくりは、その本質はやっぱり人づくりだというところで、まあ、大学という名前を使って、私たちはあの一ノ関出身者を中心とする有志の理事7名の団体です。理事の、理事が集まって2015年の4月10日に、東京都中央区で一般社団法人を立ち上げて活動しています。で最初は一ノ関平泉大学という名前だったんですけど、現在、岩手一ノ関平泉大学として活動しています。こちらが理事のメンバーになります。次、ちょっとここら辺も飛ばして、いいですか。じゃあ、ちょっと戻っていただいて、これまでの活動実績なんですけど、2014年3月にプロジェクトとしてスタートしまして、まあ、いろんなイベントですとか、まあ人脈作りなどを行いながら2015年の4月に一般社団法人を立ち上げました。大体月1回戦略会議を行いながら何やってるかというところでやってきているんですけども、まあ、独自イベントの開催やイベントブース出展などが中心になっています。で2015年に江東区の区民祭りの中、区民祭り中央祭りに出展したあたりからいろんなイベントが増えてきまして、今年に入って1月ですね、ニューイヤーライブイベントパーティーということで渋谷で、60名規模のパーティーを行いました。そうですね、手を振っていただいて、これまでの活動の様子は、まあ、大体こんな感じです。あとこれが、ニューイヤーライブパーティーの様子です、まあ、落合さんなんかにも協力していただいて、いろんな方の協力を得ながら活動をしている状況です。今後の活動なんですけども、自分たちで主体的に行動する市民大学として、まあ、全ての一ノ関平泉出身者の力を集めて、ふるさとのために貢献していけるような場と機会を作っていこうということで、考えています。で、まあ、それだけではなくてですね、いろんな地域ふるさと地元の活性化、まあ、一ノ関以外のところにも貢献していきたいなというところで、私たちが岩手一ノ関平泉の看板を背負って活動していくことによって、いろんな、まあ、一ノ関にも貢献できますし、いろんな地域にも貢献していけるんじゃないかなということで活動していこうとしています。今後やっていくというところはこういうところを考えているんですけど、ここはちょっと端折って、ですね、今今日ですね、2時からまた餅つきイベントをやらさせていただくんですが、今私たち一番のミッションは、在京餅つき隊プロジェクトを立ち上げるということになっていまして、これはやはりですね、日本の地域、まあ、先ほど申しましたように日本の地域の行事やイベントなどを盛り上げるために出張するパフォーマンス型の餅つき隊を作ろうとしています。で結果的に世界中に岩手一ノ関平泉の餅食文化の素晴らしさを伝えていきたいなということを目的としています。で、まあ、内容は、和太鼓パフォーマンスですとかトークパフォーマンス、オリジナルの歌と、踊りのパフォーマンス、それから、餅つきパフォーマンスとか、あと参加型の餅つきなどをアレンジして進めていきたいなと思ってますので、一ノ関平泉出身者に限らず、プロジェクトに参加していただきたいと思ってまして、
もう年齢も問わず、そうですね、大体土日祝日で月2回ぐらい参加していただける方であれば、どなたにでも参加していただきたいので、もちろん活動自体ちょっと収益を出していきたいと思ってますので、収益が出た場合には貢献していくんですが、基本的にはボランティアでの参加をお願いしていきます。もしご興味ある方がいらっしゃいましたら、お声をかけていただければなと思います。まあ、以上なんですけども、2時からまた餅つき今日もさせていただきますし、今回ですね、ずんだ餅と川エビの餅と雑煮ということで、そのお酒に合うような餅を用意したつもりではあるんですけども、そちらもですね、ぜひ有料になりますが、ぜひお味見していただければと思います。では、はい、ありがとうございます。青山さん、ありがとうございました。私も実は一関の PR サポーターとして活動させていただいておりまして、全然出身者とかでもないですし、縁もゆかりもなかったんですけれども、本当に一関の餅文化であったりとか、すごいあったかい人柄であったりとか、すごいユニークで楽しくて、で自然と私も引き付けられて東京で活動しているというのがあります。この後14時からの餅つきですね、なんでそもそも一関餅文化なのっていうようなところからお話も聞けるかなと思いますので、ぜひご来場の皆さんもご参加いただいて、お餅つき体験していただければと思います。じゃあ、活動紹介も以上となります。長時間にわたりありがとうございました。この後も飲食等をお楽しみください。ありがとうございます。どうかな。